理学研究所の粕川と申します。よろしくお願いいたします。こちらが、我々今回の統合化推進プログラムの方で開発することになっております統合的電車制御データ基盤となります。こちらが全体図になります。でこちら統合的電車制御データ基盤ですけれども、これ何かと言いますと、電車制御に関わるいろんなものが電車制御に関わっているんですけど、そのうちよく特にメインコアとなってますシスエレメントとかトランス因子、さらにエピジェノム、こういった情報を集約して構築するデータ基盤となっております。で構成としましては、皆さんよくご存知だと思われますが、すでに存在しているチップアトラスと、今回新規に作成するファンタバイオというデータ2つのデータベースで構成されます。でこのデータ作成につきましては、各々のデータベースの方で分担しまして、最終的に1つのまとまったデータリソースとして公開を考えております。でインターフェースにつきましては、それぞれいろんな見方があると思いますので、参照検索目的ごとに各々のデータベースで作成するという計画になっております。でこちらが、開発の体制となっておりまして、研究代表は私粕川が行います。でファンタバイオデータベース側には、2人、研究分担として参加していただきまして、1人が東京都医学研究所の川地先生と、もう一人が理化学研究所のバイオリソースセンターの増谷先生の方に参加いただいております。でチップアトラスの方につきましては、京都大学の沖先生の方でメインにやられる予定になっております。で、じゃあまずはそのシスエレメントの方、あとファンタバイオの方が主にターゲットとしておりますシスエレメントについて簡単に説明したいと思います。でシスエレメントとは何かと言いますと、遺伝子発現の調節に関わるゲノム中の領域のことを一般的に指します。で有名なものとしましては、プロモーターだったりエンハンサーだったりサイレンサーとか呼ばれているゲノム中の非コード領域に存在しているものが一般的になっております。でこちら のシスエレメントの特徴ですけれども、特にこういうことが言われてまして、細胞種細胞の種類ごとの特異的な発現を調節しているというように考えられております。で特に、またさらに、解析をしますと、こう表現系とか、疾患とかそういうところに関係する多型とか変異が他のゲノム領域と比べまして、品質すると優位に存在していることが、分かっております。特にこのあたりは現在疾患とかのゲノム解析とかでこう変異の箇所を見つけた後の解釈とかで特にシスエレメントにないかということが最近注目されていますので、そういった面でもシスエレメントというのは最近特に注目されているターゲットとなっております。ただしかしながらこちらのシスエレメントの全貌解明というのはまだ途上であるという現状になっております。でじゃあどういうふうにすればシスエレメントの全貌解明に向かえるかということですけども、こちらで考えたものがこの3点の情報が必要じゃないかというふうに考えております。一つがそのシスエレメントの場所位置の情報で、言うなれば性的なシスエレメントの性的な情報が必要じゃないかと。で2つ目がその各細胞いろんな細胞種ともしくは細胞の状態においてどのシスエレメントにどういう活性があるかといったいわゆる動的な情報が必要なのではないかと。で3つ目としましては、ゲノム中の変異とか多型というものがどのように転写制御活性を変えるのか、特にシスエレメント中に存在するどの多型がどういうような転写制御活性を変えるのか、言うなれば論理的な情報というものが必要ではないかというふうに考えております。ただしかしながらこういった3つを網羅できているデータベースというのは残念ながら現在存在しておりませんということで、我々の方で、新たにファンタバイオと名付けたデータベースの方の開発を始めることといたしました。でこちらのデータベースは主に3つの要素で構成されてまして、シスエレメントのリファレンスとなるもの、いわゆるシスエレメントの位置情報を想像するものです。で2つ目がその細胞種ごとのシスエレメントの活性情報で、3つ目がそのシスエレメントの近接に近接するもしくは関連するような変異ゲノムのバリエーションの情報、こういった3つの情報を集中的に集めていこうということを考えております。で実際どういうふうに作っていくかといいますと、公共の、今回、シスエレメントの同定は RNA 配列転写トランスクリプトを使った方法を考えておりまして、その中でも2種類 のよくもう昔からやられているバルクの5ダッシュ単の RNA-seq の配列のデータ、例えば我々の研究所の方で使っております KG4 とかそういったものを使ったデータを
集約しつつ、さらに最近特に増えてきました1細胞遺伝子発現データで、この1細胞遺伝子発現データも5ダッシュ単をターゲットとしたプロトコルというのがもう標準なものが存在してますので、こういったプロトコルで生成されたデータというのを組み合わせて脂質エレメントの位置のリファレンス情報並びにその細胞種ごとの活性情報データを作成することを考えております。でさらにゲノムのバリエーションデータ、例えば統合バーとかそういったものの情報を使いまして、その脂質エレメントに近接する関連する変異情報というのを集めてこようということを考えております。でこちらをまとめたデータベースを参照できるようにすると、でさらに言うとこういうデータベースがある程度構築されてきましたら、外部データベースとの連携、遺伝子とかゲノム編、転写因子とか細胞、他の細胞データと連携させていくことを考えております。で計画ですけれども現在まだ存在してません、あるいはちょうど開発中でして、できれば、1年に1回程度のメジャーリリースというのを行いたいというふうに考えております。でまず今年度の終わり目標で、まずアルファ版となるちょっと小規模のデータセットというのを作成して公開するということを目標に進めております。でこちらあと2年目はそれを規模を拡大して、 3年目にある程度のメジャーとなったある程度大きなデータセットでこういわゆる完成版というものを作成して公開したいというふうに考えております。その後、データの更新をしつつ他のデータベースの連携等々を進めて、最終年5年終了時点で完成版というものができればというふうに考えております。で一方、こちらの、統合的転写制御データ基盤のもう一方の方、チップアトラスの方の説明をしたいと思います。こちらチップアトラスはすでに存在してまして、前期の統合化推進プログラムにも入ってたところですけれども、こちらの方を簡単に説明したいと思います。で現在チップアトラスの方には一番最初のバージョン1の頃には、チップセックの統合データとか個別のチップのデータが入っておりました。で次に、チップアトラスのバージョン2としまして、個別の、ダックセックのデータ、さらに、バイサルファイトのデータ等が追加されました。で、こちらのチップアトラスですけれども、この5年間ではまず、ターゲットの一つとしまして新規のアノテーションデータを追加という形で、例えばエピジェノムのデータの追加、今回の電車統合的データ基盤の方でエピジェノムのデータの現実化も、考えておりますので、こういったところのエピゲノムのデータだったり、疾患との関連データ、もしくは、配信とかのデータ、配信の解析で得られる、TAT と呼ばれている、トポロジカルアソシエーションドメインのデータとか、もしくはさらにリファレンスデータというのを追加、どんどん追加していって、新たな新規アノテーションデータを追加すると。それでチップ、元のチップセックのデータだったり、ものと、統合的に見たり、解析したりするできるようにするということを思います。で、さらに、チップセックリレに関連するような、もしくは、バイサルファイトに関連するような類似の、もしくは拡張した手法というのが、最近どんどん開発されていますので、こういったものにも対応すると、例えばチップセックであればチルセックとかカットタグだったり、バイサルファイトであれば EM セックとか PBAT というものがありますので、こういったものにもより他の種類の類似した手法のデータもチップアトラスに取り込んでいくことを計画しております。でさらにチップアトラス自体のデータ更新というのもなるべく毎月行いたいというふうに考えております。しかしながらちょっと最近ちょっと更新がされていなかったようで、次回の更新がおそらく年度末ぐらいを目標に まとめて更新するというふうに計画をしておりますので、更新はちょっと次回の更新遅れるんですけども、できるだけ頻度高めに更新していくということを考えております。ロードマップとしましては、毎月更新をしつつ、新規のアノテーション、新規手法データで、さらにキビデータとして人でいわゆる人データをターゲットにデータを増やしていくということを計画しております。で最後、データ連携、ちょっとチパトラスとファンタワイオのデータ連携になるんですけれども、この2つのプロジェクトで、いわゆる1つの共通のデータセットというのを作成して、それぞれがインターフェースの方をインターフェースで構築すると。で、これらが見られるなんかワンストップ的なウェブサイト、ウェブツールというのを作成して、それぞれシームレスにアクセスできるようにすることを進めていく予定となっております。で、こちらがまとめです。こちらが今回説明したまとめになります。で、こちらが最後、謝辞になります。はい、こちらで終了になります。文庫説明ありがとうございました。